はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。月こもり実況プレイ続きをやっていこうと思います。さあ、どんどん石にまつわる話が増えていきますけど、みんな持ってるということは、4人目のゆかりさんも持っているのかな。行ってみましょう。私が4番目。4、日本では昔からこの数は不吉な数とされてるんだよ。知ってるよね。最近じゃあまり気にされなくなったかもしれないけどさ、4号室のないアパートとかって結構あるはずだよ。これ結構ね、オーソドックスですよね。うん、よく見ます。4はね、死、つまり死に通じる数字だって避けられてるのさ。自動車事故が多発する、なんだ、多発するある道路ではか。なんか、するあるが。なるほど、なんか混乱しますね。はい。自動車事故が多発するある道路では、その道路のナンバーが4という数字ばかりだから事故が起こるんだって抗議を起こした人たちもいるとか。そんな不吉な数が私の順番だなんてさ。何かが起こりそうな予感がしない？ま、私には強力なお守りがあるから大丈夫だと思うけど。ちょうどいいや、占いやお守りについて話してあげるよ。これはね、私がある占いショップでバイトしてた時の話なんだ。あー、これ一緒ですね。どうしようかな。まあでも一応読みましょうかね。今回は前回話したのと全く同じになってしまうかもしれないけど、間のところをねちょっとね変えていこうかな。はい。ちょうどテレビや雑誌を中心に爆発的な占いブームの真っ最中で、私がバイトしてたショップの占いの先生もテレビの取材を受けたり雑誌にコーナーを持ったりと、かなり幅広く活躍している人だった。マザーアンジュって言えば名前くらいは聞いたことがあるんじゃないね。このあたりがね、はい、聞いたことがあるにしようかな。前回多分ないにしたんじゃないかな。そっか、なら話は早いや。一口に占いって言ってもいろいろあるもんね。爆発的ブームが過ぎたとはいえ、今でも街には占いが溢れてるじゃん。街頭の辻売りからゲームセンターのコンピューター占い、オカルトショップの占いコーナーなんていうのは結構目にするよね。かと思えば企業や政治家と契約して月に何百万という、権利を稼ぐ占い師もいるって言うんだから、この世界も奥が深いと思うよ。確かにね。なんかやっぱでも運も実力のうちというかね、占い気にする方は多いような気はしますね。私もね結構信じる方ではありますが、私がバイトしてたのは女子高生でにぎわう明るい雰囲気のオカルトショップだったの。オカルトショップで明るい雰囲気っていうとなんだか場違いな気がしないでもないけどさ、お客の9割が洋子くらいの女の子なんだもん。わーわーキャーキャー、ファンシーショップや雑貨屋さんと大差ないんだって。あの子たちもファッションぐらいにしか意識してないんじゃん。確かに幸福のシンボル四つ葉のクローバーは品種改良によって量産されているものだし、魔除けとして売られているウサギの後ろ足のキーホルダーは形がいいからって理由だけで、実はウサギの前足が使われているし、ウサギの足ってだけで怖いですけどね。神秘の死の字も感じらんないのはまあしょうがないか。でもね、ファッション感覚で手に入れると危険なものってそこら中に転がっているもんだよ。だいたいみんな占いや呪術について知らなすぎるんだよね。魔除けや呪符をそうとは知らずに持っている人もいれば、幸運のアイテムだと勘違いして魔術や呪いのシンボルに願いをかけている人もいる。それが四つ葉のクローバーやウサギの後ろ足ぐらいのものなら取り立てて害はないんだろうけどさ、私のいたマザーアンジュのオカルトショップにも結構危険なアイテムが並んでたよ。それはどんなものだと思う？これ結構変わりそうですけどね。ただですね、これね、いろいろ選びたいとこなんですが、おまじない人形なんですよ。行かないといけないのがね。間をちょこちょこ変えていきましょうかね。おまじない人形？そっか、そう読むこともできるんだ。呪いって文字は呪いともまじないとも読めるからね。そのショップで販売してたのは紙製の呪詛人形だったのよ。さっきも言ったようにショップの店長であるマザーアンジュって占い師が本職だからさ、当然ショップの中には彼女の占いの部屋があって、連日いろんな人が悩みを抱えてくるわけさ。占いの結果が良好の場合はそれほど問題じゃないんだけどさ、思わしくない、
最悪って出た場合なんかはもう大変なんだって。泣く、わめく、騒ぐ、怒る、ショックで気を失った人もいたっけ。マザーアンジュが呪詛人形を売り出したのもそういう人たちのストレス発散じゃなかったかな、解消かな、まあまああんまり変わんないけど、を目的としてたのさ。占いの結果に悩む人に、落ち込むことはありません、占いの結果は可能性の一部に過ぎないのです、自分が不幸だと思い込んでいては占いの結果通りの現実がやってきますよ、まずは自分の心の治療をすることが大事ですよ、と言って呪詛人形を勧めるの。まあ呪詛ってだけでちょっとね怖いですけどね。この人形に憎い人の名を書いて釘を打ち込むのです。まあ昔からある呪詛の方法だよ。今でも釘を手に入れるのも結構大変ですよね。でも別にその人形を燃やしてもいいし切り刻んでもよかったみたい。マザーアンジュは呪詛人形を傷つけることによって相談者のストレスが発散されるって計算したんだよ。占い師の知恵ってやつ？マザーアンジュの呪詛人形は占い師のお手製ってこともあってあっという間にショップの人気商品になったんだ。口コミ情報で聞きつけた女子高生たちがさらに人気に拍車をかけたんだと思うな。一時期通学カバンに呪詛人形をぶら下げた女子高生のグループを街でよく見かけたもんだよ。怖いよねもっとも呪いが成功したなんて話は全く聞かなかったけどね。喜んでいいことなのか悲しむべきことなのか。呪詛人形の売れ行きが急に伸びたおかげでマザーアンジュが一人で作ってたらとてもじゃないけど注文に追いつかないってことになって、私も呪詛人形作りを手伝わされることになったんだ。他にアルバイトはいなかったし、私とマザーアンジュとでせっせと呪詛人形を作ったよ。いつまでこの呪詛人形ブームが続くのかって思いながらね。そんなある日、マザーアンジュのショップに私宛で一通の手紙が届いたんだ。差出人の名前は書かれてなかった。突然こんな手紙が届くとドキッとしない？もしかしたらカミソリが仕込まれてるのかもって、私は恐る恐る封を切ったよ。幸いカミソリは仕込まれてなかったけど、この手紙一体何だったと思う？はい、これもいっぱいね選択肢があるからいろいろ見たいところなんですけれども、実はこれもね前回選んだのと同じなんですよね。感謝の手紙。はい、そうなんだ。驚いたことにその手紙には感謝の言葉がいっぱい書かれていたんだ。文面から見て女子高生だろうと思うんだけどさ、何でも私の作った呪詛人形のおかげで呪いが成功したんだって。今まで自分で作ったり通信販売で買ったりした呪詛人形を試したんだけど全然効果がありませんでした。でもゆかりさんの作った呪詛人形のおかげでやっと私の呪いが成功したんです。本当にありがとうございました。便箋3枚にわたってこんな内容のことがダラダラと書かれてたよ。どうかしたの、ゆかりさん？マザーアンジュが心配そうな顔をしてた。嫌がらせの手紙と思ったんじゃん。だからさ、私安心させなきゃと思って。心配ありませんよ、ただのいたずらですって彼女に手紙を見せたんだ。本当にそう思ってたし、今でもあの最初にもらった手紙はいたずらだと思ってる。具体的な内容が一切書かれてなかったからさ。第一、うちのショップで扱ってた呪詛人形は全部マザーアンジュの呪詛人形として販売されてたんだもん。私宛てで感謝の手紙が来ることなんて、来ることからして変じゃん。知り合いのいたずらと考えるのが普通だよね。でもね、感謝の手紙が届いたのはこれだけじゃなかったんだ。ショップに届く私宛ての手紙のほとんどが呪詛人形を買ったお客様の感謝の手紙だった。最初に届いたいたずらっぽい手紙じゃなくて、どういう人を呪ってどういう結果が出たかっていうのが説明されているものや、自分の住所、氏名がはっきりと書いてあるものが増えてきてたのさ。やっぱり若い女の子が多かったよ。呪いの理由も様々だけど、一番多かったのがやっぱり恋愛絡みだったと思う。呪詛人形を使った呪いの結果っていうのも、呪われた人が風邪をひいたとか足を捻挫したとか親に叱られたとかっていう日常の中で起こりうるトラブル程度のもので、人を呪い殺したなんていうのは全然なかったんだ。今時の女子高生が犬の国参りの手法を知ってるとは思えないしね。ただ不思議なことにさ、マザーアンジュの呪詛人形を買った人というからは人からは何の連絡も入ってこないのにさ、感謝の手紙の宛先は全て鈴木ゆかり様なの。
どうしてみんな私の作った呪詛人形かマザーアンジュの作った呪詛人形かの見分けがつくんだろう。パッと見ただけじゃそんなに差があるようには思えないんだけどな。私の呪詛人形の評判ばかりが高まっていく中、マザーアンジュの胸の内はどんな風が吹いていたのか。彼女はだんだん笑わない人になっていったよ。ちょうど爆発的な占い旋風が過ぎ去って マスコミが遠ざかっていったっていうのもマザーアンジュの悩みの一つだった。目つきが険しくなり、占いの評判も少しずつ落ちていったんだ。以前は私の体調や心理状態まで鋭く感じ取ってくれて、お守りやさりげないアドバイスを与えてくれてたのに。そんなだから私とマザーアンジュの間にも妙な緊張感が漂っちゃってさ。チク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 、マザーアンジュの視線が痛いんだ。チク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 、こういう状態を昔からある言葉でさ、ほらなんて言うんだっけ。はい、一緒にいるもさんね、針のむしろ、鬼の犬間の選択なんだったかな。これは針のむしろで正解でいいのかな。はい、そうそう、針のむしろだ。すごいじゃん、よく知ってたね陽子。まさにその通り。ショップに手紙が届くたびに私は針のむしろに座らされてる気分だったよ。呪詛人形を作るのをやめた方がいいんだろうかって先生の妬みの視線がきつくなってくるたびに考えてたさ。そんなある日、マザーアンジュ宛てで、先日先生の呪詛人形を買ったんですがって書かれたハガキが届いたんだ。努めて冷静さを装いながらも、マザーアンジュはハガキを手にいそいそと奥のプライベートルームへ入っていったよ。これで少しは風当たりが弱まるといいんだけど。あの時はマジでそう願ったね。だけどさ、現実ってそうそう甘くはできてないんだよね。その日を境にマザーアンジュはほとんど人前に姿を見せなくなったんだ。ショップは営業していてもずっとプライベートルームにこもりっきりでさ、たまにドアが開いたかと思うとギラギラした目が奥から覗いてる。そして私の一挙手一投足をじっと監視しているのさ。私がそれに気づくとふっと奥へ隠れ、またドアを固く閉じてしまう。そんなことが何度繰り返されたか。いくら私がタフでもちょっと疲れちゃってさ、疲労がピークに達した頃からかさ、見られてるって脅迫観念に取り憑かれちゃってたみたいなんだ。一人っきりでいても人が大勢いるところにいても誰かが私を見てるって気がして、四六時中落ち着かないんだって。目の端をチラチラと影が移動するのが見えたり、鏡や窓に映った私の背後に黒っぽい人影が漂ってたり、視線を感じて振り返ると左肩越しに影法師のような人の顔があったり。呪われてるんですかね。なんかいろいろ形態が違いますね。同じのが見えたらなんとなく、あ、マザーアンジュさんがなんかやってるのかなと思ったんだけど。以前ならこういう時はマザーアンジュに相談してたんだけどさ、ちょっとそんな状態じゃないもんね。このバイトももうそろそろ潮時かなって思い始めてた。その日もどうにか無事に閉店時間を迎えたんだ。マザーアンジュは相変わらずプライベートルームにこもったきりだったけどね。私はいつものようにショップの戸締まりを済ませて外に出たんだ。ちょうどシャッターを閉めた時、不意に裏口の方で物音がしたのよ。そーっと開けたドアをそーっと閉じる、そんな感じの音。ショップの裏口は細い路地に面してたんだけどさ、明るく賑やかな表通りと違って日が暮れると同時に真っ暗になっちゃうようなジメジメした裏通りってやつ。その暗がりの中にふっと白いものが見えたのさ。最初は大きなガだと思った。でもよくよく見るとそれはガじゃなくて白い衣をまとった女の人だったんだ。ガと女の人はなかなか見間違わないですよね。どれだけ大きかったんだっていう。その白い女性は暗く細い路地をカランカランと乾いた足音を立てて風のように駆け抜けていくの。体にまとった白い衣がまるで発光しているかのようにぼんやりと揺れてた。本当に大きな白い蛾のようだったんだよ。私はその白い女性の後をこっそりと追いかけたの。だけど私と彼女との距離はどんどん離れていって、暗闇の中に溶け込むように消えてしまった。
彼女を見失って初めて気がついたんだけど、いつの間にか見知らぬ場所に迷い込んじゃってたんだ。繁華街の路地を走っていたはずなのに、今は樹木が雑然と茂る林の中にいる。町からそんなに離れていない場所にこんな鬱蒼とした林があるなんて。周りには街灯一つ見当たらず、文字通り右も左もわからない。私は一歩も動けずにいたよ。しばらくの間その場で途方に暮れてたんだ。するとさ、林の奥の方からコーンコーンっていう高く乾いた音が聞こえてきたのさ。闇の中から強く弱く響いてくるんだよ。なんだろうって気になるじゃん。私はその音だけを頼りに暗い林の奥へと踏み込んでいったんだ。するとさ、闇の中にぼんやりと明かりが灯っているのが見えてきたのよ。電気の明かりっていうんじゃなくて、かがり火みたいな炎がゆらゆらって感じで、一歩一歩近づくにつれてその炎の正体が明確になってくる。怖い。ゆらゆらと揺れる頼りない明かりに照らされて、闇に浮かび上がったのは白い衣の女性の姿。白い衣に乱れた髪、頭には鉄輪と三本のろうそく、時折見える胸元の鏡と口にくわえた櫛。完璧ですね。歯の高い下駄を履いた彼女の姿は間違いなく犬の国参りの装束だったの。びっくり。陽子、どうしたのさ、黙っちゃって。ああそうか、驚きで声も出ないんだ。私も凍りついたようにその場に立ちすくんじゃってたよ。驚きもあったけど、やっぱり恐怖でっていうのが最大の理由だったな。呪いをかけている女性の凄まじい怨念が周囲の空気をピリピリと緊張させてた。釘を打つ音が高く響くごとに、恨みのこもった念のようなものが私の方にまで押し寄せてくるんだって。私は無意識のうちに服の胸ポケットを触ってたよ。そこにはお守りがあったからね。以前マザーアンジュがプレゼントしてくれたお守りだよ。ゆかりさん、あなたの近い未来に薬剤の影が見えるの。妬み、恨み、憎しみ、その他もろもろね、人間の持つマイナスの感情があなたへと向けられる兆しがあるわ。だからこのお守りを持っていてちょうだい。きっとあなたを守ってくれるはずよ。ってその時の彼女は言っていたっけな。私、彼女の占いには絶対なる信用を置いていたからさ、肌身離さずいつも持ち歩いてたんだ。釘を打つ女性と息を殺してそれを見る私、どれくらいそうしていたのかな。ふと気づくと私の手の中にお守りが熱を持っていたのよ。焼けるような暑さっていうんじゃなくって、こう温かいって感じ。不思議に思ってそっと手を開くとさ、布製のお守りの入った袋を通してかすかだけど光が漏れてるじゃん。私、守られてるんだってことを実感してた。それと同時に、これがマザーアンジュの言ってた薬剤なんだってことも漠然とだけど理解してたよ。するとさ、風向きが変わったんだ。いつの間にか私の背後からも心地いい風が吹いてた。その風とお守りのおかげだと思うんだけどさ、さっきは息苦しいぐらいに感じてた怨念みたいなものが私の周りからすっかり消えちゃってたんだ。そしてパーッと暖かい光が一瞬だけ周りを照らし出した。もちろん光の元は私のお守りだったのよ。その光を浴びて呪詛を行ってた女性がぎょっとした表情で私を振り返ったのさ。振り返った女性は全然知らない顔だったよ。そうだね、強いて言うなら目だけ見覚えがあったって言うべきかな。恐怖に見開かれてたとはいえ、あの目を私が見間違えるはずがない。いつも私を見張ってたあのギラギラした目、あれは間違いなくマザーアンジュの目だった。変わり果てちゃったんですね、呪いすぎて。自分でも驚いてるんだけどさ、私この時までマザーアンジュの素顔って見たことなかったんだよね。彼女って普段からバッチリメイクしてたし、薄いベールで常に顔を覆ってたからさ、いつも目ばっかり見てたってことか。彼女は振り返って私を見た瞬間に全てを悟ったんじゃないかな。見開かれた目には一瞬にして諦めの色が広がったよ。
そしてがっくりと膝をついてそのまま動かなくなったんだ。近寄ってみようか。私がそう思った時、目の前のマザーアンジュの体が細かい霧のようになってブワッと飛び散ったの。濃い緑色の霧、ちょうど青カビの胞子が飛び散っているみたいな感じ。あんまり気持ちのいいもんじゃないよね。まあそれもほんの一瞬の間だけ。風がすぐに霧を晴らしてくれたからさ。その場に残されてたのは彼女が念を込めていた呪詛人形と数本の五寸釘だけ。呪詛人形にはしっかりと私の名前が書かれてたよ。もちろんうちのショップの商品だったさ。私には見分けがつかないけどさ、あの日の呪詛人形は一体誰の作った人形だったんだろうね。私の作ったものか、マザーアンジュ自身が作ったものか。今だから言えることなんだけどさ、私マザーアンジュは占い師として非常に高い霊力を持ってたと思う。私なんか比べ物にならないくらいのさ。じゃあなんで彼女の作った呪詛人形が効果を発揮しなかったのか。それは私と彼女の持つ霊力のタイプが違っていたからじゃないかな。簡単に言うとさ、私はわずかながらも自分の意志や力を放出するタイプ。彼女はその強大な力で他人の心やカードの示す答え、微妙な空気の流れなんかを感じ取るタイプだったのさ。このことには彼女自身全く気づいていなかったみたいだけど、自分のことが一番見えないっていうのはまさにこういう状態を指すんだと思うな。でもさ、運命って皮肉だよね。マザーアンジュがくれたお守りは彼女の言葉通り私を守ってくれたけど、彼女がもし私にお守りを渡さなかったら、私の未来を占わなかったら、それよりも私の未来に見えた厄災が彼女自身だと分かっていたら、私は今ここにいなかったかもしれないんだよね。このお守りに感謝しなきゃ。そう言ってゆかり姉さんはズボンのポケットから小さな布袋を出した。ずいぶんほころびちゃってるけど、きっとあの中にマザーアンジュさんからもらったお守りが入ってるんだわ。何？ようこったらそんなにジロジロ見ちゃってさ、もしかしてこれが欲しいの？これ欲しいなんて言ったらね、絶対あげないってなると思うんですけど、やっぱり欲しくないって言うんですね、ここでね。そんな、ゆかり姉さんたらひどいわ。人のものを欲しがるほど子供じゃないもん。欲しくないんならいいの。それに見せるわけにもいかないしね。どうして？知らないの？お守りって中身を見たら効力がなくなっちゃうんだよ。そうなんだ、知らなかった。じゃこれで私の話はおしまい。そう言ってゆかり姉さんがお守り袋をポケットにしまおうとした、その時、お守り袋のほころびから石のかけらのようなものが転がり落ちたの。ゆかり姉さんは慌ててそれを拾い、急いで元の袋にしまったわ。そしてその上からさらにハンカチでくるんでいく。大丈夫よね？ほんの一瞬のことだったし、大丈夫よね？まるで自分自身に言い聞かせるようにつぶやきながら、ゆかり姉さんはそれをポケットにしまったの。そして大きく深呼吸すると、落ち着いた声で改めてこう言ったわ。これで私の話はおしまい。次は誰？ここだけね、なんかブワッてスキップされるんですよ。なんででしょうね。ごめんなさい、全く同じでしたね。読んでて途中でカットするか迷いましたけど、天海との朗読のね、力量差が見れるかなと思いながらね、読みましたね。はい。いやーね、ここでね、最初に、だから一番初めに私が経験した石の話はゆかり姉さんの話だったかもしれませんね、今回の実況ではね。ここにいたかな。あー、でも安明さんもあれだったかな。ね、さあ4つ揃いましたよ。どうなっていくのでしょうか。それはまた次回をお楽しみに。ではでは、今日の朗読はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の月こもりあるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次もおこさかと遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。